坂戸橋坂戸橋は長野県上稲郡中川村の天竜川に架かる橋で日本の重要文化財。国道153号と長野県道18号、稲幾田飯田線を結ぶ長野県道217号、大草坂戸線の基幹をなす。1933年に建設された鉄筋コンクリート製の単アーチ橋で回復式上路、アーチ橋に分類される。 橋十77.8メートル、橋高20メートル、福音5.5メートル、スパン70メートル、アーチライズ12メートルで、建設当時は国内最大スパンを誇り、1965年以前に作られた現存する鉄筋コンクリート製タンアーチ橋としては、現在も日本一の長さを誇る。元々と戦場であった坂戸に、 通行の利便さ改善のため1887年に橋の建設が始まり、1889年に木製の坂戸橋が架けられたのが始まりである。しかし、この目標は暴れ、天竜と呼ばれた天竜川の出水に耐えきれず、二度の流出に遭う。その後、出水対策として1903年に吊り橋に架け替えられた。 当時は1920年まで橋船を徴収して経営していた有料橋であったが村人たちが寄付金を出し合って村が橋を買い取り上稲組へ寄贈されて軍道となり無料開放された。その後1923年には長野県道に格上げされた。しかし創建当時の架橋技術に伴う維持管理の大変さや 通行の危険さからコンクリート作りの永久橋への掛け替え要望が高まり、1932年に長野県直営公共事業として掛け替え工事が着工、矢作水力の資金協力を得て、1933年に現在の橋が完成した。建設当時はその長さが話題となり、当時の新聞は東洋一の坂戸橋と報道した。太平洋戦争中は、 資源不足に伴う金属教室により設置されていた親柱と街路灯が切り取られてしまい、長らくそのままとなっていたが、1991年に地元地区有志の寄付により親柱と街路灯がほぼ創建当時のデザインで約50年ぶりに復元された。橋の完成後は地域の人々により周辺の環境整備が進められ、桜や筒子が植えられた。 その後官民一体の協力整備により、現在は満開の桜が橋爪をトンネルのように覆う桜の名所として知られているほか、坂戸橋の浄化流一帯は坂戸橋と呼ばれる継承地にもなっており、この名所は隣接する国道153号との交差点の信号名称にも採用されている。昭和初期に建設された橋であるため、歩道がなく、道幅も狭い。 歩行者に注意が必要な上、大型車のすれ違いは困難なため、渡し橋前に待機し譲り合うことも必要である。また、橋詰め左岸側は民家数圏が立つ急カーブ、右岸側は上り坂ですぐに信号機となっているので通行時の注意が必要である。2010年1月15日、国土の歴史的景観に寄与しているとして、国の登録有形文化財に登録された。 登録当時は、長野県が管理する、道路橋3825橋の中で、唯一の登録有形文化財であった。また、信濃の橋百選にも選定された。2011年4月には、地元企業により、宇岸川上流部の国道153号沿いに、坂戸公園が整備された。2020年12月23日、国の重要文化財に指定された。 この指定により2010年の登録有形文化財としての登録は抹消されている。平成9年3月に稲建設事務所が設置した現地秘部により、それまで鉄筋コンクリート製アーチ橋で最長だったのは1931年に建設された山梨県東山梨郡勝沼城の宿橋であった。坂戸橋建設後には、 1939年に岐阜県大野郡白川村の大木橋が完成。さらに1943年には東京都大梅市の万年橋が完成し、いずれも坂戸橋の記録を上回ったが、大木橋は1956年に関西電力が建設した鳩ヶ谷ダムの止水域に水没し、万年橋も2003年に老朽化のため撤去されて、掛け替えられ、 いずれも現存していない。ありがとうございます。